さあ第9回となる今回は大阪の社会保険労務士法人の床田聡さんにいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速行ってきます。I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance.I just wanna pop pop turn around dance dance I just wanna pop pop turn around dance dance I just wanna pop pop turn around dance dance I just wanna have fun turn around turn around。さあ第9回となる今回は大阪の社会保険労務士法人の床田聡さんにいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。床田さん今日はよろしくお願いします。まずは自己紹介そして取り組んでおられるお仕事についてご紹介お願いします。はい、はい、今ご紹介いただきました社会保険労務士法人なごみの代表しております床田と申します。私学生時代の頃ですね4年間携帯電話の販売のアルバイトをしておりまして、まあ、そこでそのお客様とのこう接するですね楽しさみたいなことを学んで、はい、うん、一方でその中で働いている人たちっていうのが、はい、まあ、いろんな雇用形態例えば正社員の方、はい、パートの方で特にあのお仕事っていうのは派遣の方っていうのがいらっしゃって、まあ、それぞれこう時給も違えばその月給とかも違うし、まあ、休みの取り方とかですね、そういう割増率とか、まあ、そういうもの微妙にこう違ってたりしてたんで、はい、なんでかなっていうのがこう純粋にこう疑問としてあってですね、でそれで労働法っていうのは大学の時に勉強してたのもあって、うん、その中で結構こう体系的にルールとして、はい、まあ、日本という国は、はい、定められてるんだなっていうのが分かって、まあ、実体験から、まあ、そういうのを勉強しようと思って、うん、まあ、大学4回生の時にですね、はい、社会保険労務士っていう資格を知りまして、はい、でそこからこう、まあ、勉強を始めたというような感じですね。で社会人になって、まあ、NTT 西日本に就職されて、はい、約5年間本社の人事部におられたことについてもご紹介いただけますか。はいはい、そうですね、まあ、人事制度評価制度とかあとお給料の制度ですねとかそれを作るためにこう労働組合結構大きい労働組合があるので、はい、労働組合とのまあ交渉とか、はい、まあ、その準備とか、はい、ああいうのをやらせてもらってましたね。で結果それが今の仕事にすごい強みになってまして、うんうん、そうですよね、はい、やっぱりその大きい企業でのそういう経験ってなかなか中小企業では詰めなかったりするので、うん、はい、でそれを強みにこう飛び出したという感じですね。うん、その現在社会保険労務士として常に意識されておられることはどのようなことでしょうか。はいはい、的確にこうスピーディーに、分かりやすく伝えるっていうことを、まあ、気をつけてまして、はい、特に最近チャット GPT とかですね、うんうんうん、まあ、いろんなこうツールが出てきて従業員さんがそれを調べて質問してくるわけですね経営者とか人事部の方に、はいはい、そうですよね。質問の質が明らかに数年前に比べて上がってましてってなると人事部の方とか経営者の方って特に中小企業に関してはなかなかすぐにお答えできないんですね。うん、でそうなるとやっぱ従業員さんの不安を煽って今人不足にもかかわらず辞めていっちゃうとかいうことがあるので、うん、我々その経営者とか人事担当の方の横にいてアドバイスを差し上げるというところなのでですから、まあ、やっぱり分かりやすく、うん、早く的確に、うん、まあ、この3つっていうのは意識してますね。なるほど、はい、1週間の過ごし方とか、はいはい、まあ、1日のスケジュールなどってどんな感じですか。はいはい、今月曜日の夜と、はい、水曜日の夜と、はい、で土曜日と日曜日の終日みたいなのが、はい、まあ、学校に行ってましてですね、経営学をこう学ぶ勉強をするこう学校が大学なんですけどありまして今その大学生なんです一応、はい、それは大阪の大学ですか、ね、はい、そうです、大阪の、はい、大学です。で仕事終わってから行ってみたいな、はい、でそこで課題やってレポートやってディスカッションやってプレゼンやってみたいなをやってるんですけど、すごい、皆さん社会人で経営者の方もいらっしゃったりするんですけど、なんか今こうやってこう学生気分でこう学ぶみたいなことがすごい幸せやなと思って、そういうことができることがですね、なので本当はそれは楽しくやらせてもらってるんですけど、まあ、一方で今までやってた趣味である例えば少年野球の指導者であるとか、はい、それこそゴルフであるとか、はい、そういうことをする時間がやっぱどうしても減ってしまって、いやそうですよね、今お話聞いてたらちょっとゴルフする時間なさそうやな、はい、なんです。でまた関東の方にも出張に行っていう、はい、木金で基本東京みたいな、わほぼ家にいないみたいな
わあ、忙しい、はい、ちょっと家族には迷惑をかけてますけど。そうですよね、はい、お子さんも。あ、そうなんです、子供も2人いまして、はい、まあ、学校がない日があるんで、はい、そこで少年野球行ったりとか、はい、うんうんうん、さらにこう合間を縫ってこう下の女の子とこうデートする時間、うん、もう最高に楽しいですね、はい、それがあるから今頑張れるみたいなのがあるかもしれないですね、ご家族との時間が息抜きになっている、はい、ということなんですね、はい、ゴルフってどのくらいの頻度で今できてますか、はい、今ですよね、はい、今で行くと本当に月1回行けたらいいなっていう感じですけど、あの一応今の学校がまあ1月末で終了するので、はい、まあ、2月以降本当に今まで人生にないぐらい僕ゴルフに向き合いたいなと思ってて、今それを貯めてる時点です、はい、今はちょっと我慢の時期ということ で、はい、で、その月1回のラウンドはどういう方と行くんですかね、はい、そうですね、まあ、お客様と行くこともありますし、どちらかというとまあそのワイワイガヤガヤ的なこう大学の時の友人であるとか、うん、はい、まあ、社会人のそれこそ前職の NTT の時の友人であるとか、はい、まあ、先輩であるとか、はい、そういう方々もまあお声掛けしてもらったりもするので、なんかそういうのは、はい、言ってますし、いろんなこうゴルフの楽しみ方ってあると思うんですけど、はい、やっぱりそれぞれいいなと思います、うん、はい、もちろんスコアにこだわるのもいいと思いますけど、はい、やっぱりその久しぶりに会える友人と一日こう時間を共にするとか、まあ、それはもう男女関係なくね、はい、あの、あ、久しぶりみたいなところが言えたりとか、はい、まあ、それこそ前職の方々との情報交換をするとか、うん、今こんなんで頑張って元気にやってますみたいな報告をできるとか、うん、まあ、そういうのは、まあ、飲み会でもいいんでしょうけど、やっぱりこう一緒にいる時間であるとか、はい、まあ、そのスポーツを通じてっていうところでいくと、うん、すごいあのいいなと思いますね、ゴルフって、はい、まあ、でもね、今月1回ぐらいで、そうなんです、はい、大体あのお盆と年末年始、うん、ていうか年2回は基本的にその、うん、はい、あの〇〇高校カップみたいなものをやってまして、面白そう。ただ最近やっぱりもうみんな家族がね、うん、できて、まあ、人数がだんだん減りみたいな、こうちょっと今過渡期なんですけど、どうしよう今後どうしようかなみたいな、皆さんお忙しい時期ですもんね。そうですね、はい、でももうずっと何年ぐらいですかね、15年ぐらいはずっと、はい、やってましたね。で景品を幹事の人が用意してとかやってましたし、楽しそう、はい、それはそれね、まあ、うちあの和みグループなんですけど、はい、まあ、税理士法人もあって、はい、まあ、我々の社労士法人もあって、はい、で和みカップっていうのをこうずっとしたいねっていうのを言ってたんですけど、いよいよこう11月5日にですね、それが第1回が開催されるという運びになりまして、和みカップ、そうなんです、それをもとに、まあ、その初心者の人でもいいし、ラウンドしたことない人も含めてちょっとやろうかと、でこれでこう、まあ、ゴルフ人口がね増えていけばいいなと、このグループの中で、はいはい、っていう、まあ、その第1回をですね、その11月に企画しているという、ゴルフ好きの方々であのやろうってなって、はいはい、でみんな巻き込んで、はい、そうですね、でもそういう機会があるのはやっぱりいいですよね、はい、なんかちょっとやりたいなって思っている人もね、始めやすいと思うし、はいはい、会社でやってくれたら、そうなんです、そうなんです、はい、面白そう、はい、ゴルフ全体へのこだわりとか、はい、なんかラウンドに対するこだわりとかってありますか。楽しいゴルフっていうのを一番、まあ、モットーというかですね、はい、思ってて、まあ、そのスコアも大事なんですけど、はい、やっぱり誰と回るかとか、うんうん、まあ、どういう、まあ、クラブを使って回るかとか、はいはい、まあ、そういうところにどっちかで意識がいってる感じですね、はい、まあ、もちろんね、そのベストは更新っていうのを目指しながらやるわけなんですけど、はい、まあ、とはいえこうやっぱり行ってよかったなとか、うん、またこの人たちと回りたいなとか、なんかそっちの方がやっぱり残りますよね、うんうんうん、はい、終わった後に、はい、やっぱゴルフってもう半日以上ね、はい、一緒に過ごすから、ね、やっぱ本当どういう方と行くかっていうのもすごく大切やと思うし、はい、その18ホールで結構ね、はい、性格だったりとか出ますね、出ますね、めちゃくちゃ出ますね、わかりますもんね、はいはいはい、うん、そういうのも面白いところだなと私も思います、はいはい、そうですね、はい、では最後になるんですが、はい、まあ、仕事にもゴルフにもまさにプレイユアベスト、はい、そんな思いを込めて最後にこれからの自分にエールを送るようにメッセージをお願いします、はいはい、まあ、ゴルフってよくその人生に似てるって言われてるんですけれども、まあ、まさにその通りだなと思っていて、例えばその、まあ、バンカーに入りました、でバンカーに入ってもそのどれだけ埋まってるかによってこう出し方が変わるわけじゃないですか、はい、そうですね、逆にそのフェアウェイにポンって乗った、よかった、でも近くに行ってみるとライが悪かったみたいな、こういろんな状況がこう、うん、ハードルがこう次々に出てくるわけですね、うん、やっぱ仕事も同じで、やっぱその特に経営してるとこう予期せぬことがどんどん起こってくる中で、でできませんでしたってゴルフはできないじゃないですか、うん、ちょっともうこのホール途中で上がりますみたいなのできないんで、やっぱりそこをどうやってこの状況を乗り越えていくかとか、もしくはその次の次ですよね、次落としたらじゃあその次どうやって狙っていくか、狙いやすいように次の一打を打とうとか考える中で、それって本当に経営に
よく似てるなと思いますし、まあ、それを自分の人生に置き換えてもそうだと思うんですけど、やっぱそのできない理由を考えるというよりは、やっぱりそのできないことをどうやったらできるようになるか、それを考えるこう癖がやっぱゴルフをやってるとつくのかなと、はい、思ってますので、まあ、ぜひそういう観点でゴルフと仕事を絡めながらですね、はい、頑張っていきたいなと思います。はい、今日はすごく楽しいお話、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ビンプレイはベスト、番組連動コンテンツをご覧いただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか。次回もゴルフを楽しむだけでなく仕事にも情熱を注ぎ、楽しくかっこよく生きている、そんな方々のインタビューをお送りしていきます。チャンネル登録、高評価もいただけると嬉しいです。そして FM 大阪で毎週日曜日朝7時45分からお送りしているピンプレイヤーベストでもお耳にかかればと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。